福都新線は、東京都練馬区の小竹向原駅から、東京都渋谷区の渋谷駅を結ぶ東京地下鉄の鉄道路線である。鉄道要欄における名称は13号線、福都新線である。和光市駅小竹向原駅間は、有楽町線と線路、駅、施設を共用しており、和光市駅小竹向原駅間も含めて、福都新線と呼ぶことが多い。 なお、小竹向井原駅池袋駅間は、同線との複々線区間として並走している。路線名は、池袋、新宿、渋谷の三大副都心を縦断する路線の特色を、イメージしている。池袋駅新宿三丁目駅渋谷駅間は、山手線のバイパス的な役割を持つ。車体及び、路線図や乗り換え案内で使用される、ラインカラーは、ブラウン。 路線記号は F。帝都高速度交通英団の民営化後に開業した路線である。また、東京メトロの旧路線で唯一千代田区を通っていない。都営地下鉄浅草線とともに、東京都内の地下鉄の中で千代田区を通らない路線である。和光市駅から東武東上線に、小竹向原駅から西武有楽町線を経由して、西武池袋線と、 相互直通運転を行っているほか、渋谷駅から先は、東急東横線、横浜高速鉄道港未来線には、ほぼ全列車が直通しており、運転系統も完全に一体化している。本路線を含めた、鉄道後事業者による相互直通運転が行われており、埼玉県西部の小川町、川越市、飯能市、所沢市の各方面から、神奈川県、 横浜市までの広域鉄道網を形成している。和光市駅池袋駅間は、東武東上線と並行しており、特に和光市駅地下鉄若塚駅間は、両鉄道事業者の駅が近接している。和光市駅から小竹向原駅までは、有楽町線と同じ線路を走行する。 西部有楽町線との合流点でもある小竹、向原駅を出発すると、有楽町線の線路から分かれるが、金目町駅まで、同線の直下を走る。隣の池袋駅のホームは、同線のホームとは、離れた位置にあるが、線区上は同駅まで、並走扱いとなる。池袋駅で、有楽町線と分かれ、JR 山手線と、並行しながら南下する。 途中の東新宿駅のホームは、上下2層の2面4温泉構造となっており、同駅で急行、通勤急行が、各駅停車を追い抜くことが可能である。終点の渋谷駅は、東急東横線の線路とつながっている。東武東上線小川町駅港未来線元町、中華街駅間及び、西武池袋線反能駅港未来線元町。 中華街駅間のそれぞれについて、日中の時間帯に本路線を経由して、各線内を特別料金不要の最速達で運行される列車については、F ライナーの愛称がつく。また、土休日には、西武秩父線、西武秩父駅港未来線元町、中華街駅間で有料座席指定列車の S トレーンが運行される。有楽町線及び、 直通先の東急東横線、横浜高速鉄道港未来線、東武東上線は甲子駅小川町駅間を呼び、西武有楽町線、池袋線練馬駅反応駅間を含めた、営業キロは 150.4km で、これは、東京メトロ関連の一般列車の運用距離としては、千代田線、綾瀬北綾瀬間、長番観光線、小田急小田原線に泳ぎ上原。 伊勢原間、多摩線含むの 113.0km や、日比谷線、半蔵門線の 119.6km を上回り、最長である。土休日限定で、S トレーンが入線する池袋線、半納、我の間、西部秩父線を含めると 183.5km、臨時列車として入線する狭山線も含めると 187.7km で、これは、 千代田線の小田急ロマンスカーを含めた運用距離 177.0km を上回る。距離、駅数は小竹向原駅渋谷駅間のもの。本路線の内池袋渋谷間の建設に要した建設費用は総額2404億円である。その内訳は土木関係費が1、773億5、144万30円。 電気関係費が248億に662万9 0円、車両関係費が170億8、06500800円、その他が211億4127万円となっている。当初第8号線として計画・建設工事に着工し、 公述する都市交通審議会答申第15号によって、第13号線となった和光市小竹向原間の建設費用は、有楽町線の建設費用として計上されている。なお、小竹向原新線池袋間の建設費用は1992年度の1994年度に計上され、計126億6、0160006、0円を要した。 本路線では保安装置に車内信号式自動列車制御装置を導入しており自動列車運転装置での自動運転によるワンマン運転を行っている施行にあたっては有楽町線の新 CSATC 化のに機構軸間と一括発注しコストダウンを図ったなお開業時での運転間隔は重量編成による3分間隔を 将来的には重量編成による2分間隔で運転することを想定している。ATO 装置の最終的な停止精度は前後 45cm 以内であるが、福都新線開業時点から当面は 10cm の余裕を持たせた前後 55cm 以内に設定している。福都新線は1972年3月の 東京県の鉄道網整備計画、都市交通審議会答申第15号において、東京13号線として答申されたもので、第8号線から削除した成増向原間に、四季成増間及び向原新宿間を加え、四季から和光市、成増向原、池袋、東池袋、目白東、諏訪町、西大久保を経由して、新宿へ至る路線として、 初めて示された。第13号線は、和光市向原間は、第8号線と線路を共有し、向原池袋間は、第8号線と同一のルートを通る、複々線とされた。同時に、四季和光市間は、東部東上線を複々線化することならびに、新宿より、渋谷、品川を経て、羽田空港方面への延伸を検討することも、示された。 その後、1985年7月の運輸、政策審議会答申第7号では、池袋以南の南下について、終点を渋谷とすることが示された。このうち、四季和光市間は、東部東上線の複々線化を実施し、和光市小竹向原駅は、有楽町線として、小竹向原池袋間は、有楽町先新線としてそれぞれ開通した。 有楽町線新線は、福都新線開業までの間、有楽町線、または単に、新線と案内され、同線の終着であった池袋駅は広く、新線、池袋と案内されていた。有楽町線の建設当初、第13号線の開業時期は先になることが予想されていた。しかし、有楽町線との一体建設によるコスト低減。 沿線住民への配慮、道路線入手続きなど、総合的に判断して、小竹向原池袋間は、有楽町線と同時に建設を行った。また、この区間は、手続き上は、有楽町線の副々線部として取り扱うことになった。このため、1977年9月に、小竹向原池袋間を副々線とする、工事計画変更認可を受け、 同区間の建設工事に着手した。用地節約のため、この区間は4線並平列ではなく、上下2段のトンネル構造としている。上段部の有楽町線は1983年6月に開業し、第13号線となる。下段部は1985年8月に池袋駅の完成により、すべての地下構造物の構築を完了した。その後、 有楽町線池袋伊勢の混雑緩和のため、第13号線小竹向原池袋間を先行して開業することが決定され、1992年5月から1994年10月にかけて、下段トンネル内の清掃、漏水処理、連結送水管の設置、池袋駅にエレベーター、エスカレーターの設置や出入口の構築、電気工事等を行い、 1994年12月7日に、有楽町線新線として開業することになった。この開業時点では、千川駅、金目町駅のホームは、未開業で、全列車通過とされ、第13号線の池袋駅は、新線池袋駅と呼称することになった。また、この時より、路線図や池袋駅の案内サイン類にて、ブラウンのラインカラーが使用されている。 この区間は、小竹向原新鮮池袋かご、ノンストップで走り、有楽町線本線よりも2分、短い4分で走っていた。運転本数は朝ラッシュ時で1時間あたり6本、平日の日中及び、土休日は1時間あたり4本で運転していた。営業キロは 2.96km であり、最小曲線は 240m、最急勾配は35パーミルである。 北山道駅建設工事第13号線、池袋渋谷間の地方鉄道不設免許は、同じ第13号線の和光市のあります間の免許申請へとともに1975年9月2日に申請していた。なお、答申されていたのは、四季新宿間であるが、新宿付近は、地理的、技術的な制約から折り返し設備が渋谷に近い、代々木付近まで伸びること。 渋谷まで延伸することは、大きな輸送需要が見込めることから、渋谷まで延長して申請したものである。しかし、翌1976年8月11日に、和光市成す間の路線免許は交付されたが、池袋渋谷間の地方鉄道敷設免許の交付は、保留となり、以来は免許申請中状態が続いていた。1975年の池袋渋谷間 路線免許申請では、同区間の建設費用は2085億円を想定していた。その後、政府は長引く不況への景気回復策として1998年11月に緊急経済対策を策定し、翌月に補正予算の編成を行った。そして、地下鉄13号線については、整備による地域経済の活性化、雇用の拡大などによる、 景気回復に有効であるとの理由から、建設予算の確保に至った。この補正予算の編成に合わせ、当時の低都高速度交通営団は、池袋、新宿、渋谷といった三大副都心への重要なアクセス、JR 山手線、埼京線に対する混雑緩和へ寄与するなど、建設によるメリットが大きいことから地下鉄13号線の、 建設を進めることを決定した。このため、1975年以来申請中であった地方鉄道施設免許改正により、第一種鉄道事業免許の追加申請を1998年12月17日に実施した。そして、1999年1月25日に池袋渋谷間の第一種鉄道事業免許を取得した。その後、 隠し手続きを経た2001年6月15日に、同区間の建設が開始された。なお、千川駅と金目町駅は、駅区体工事のみ施行されていたことから、内装工事の実施、新線池袋駅では、区体工事のみ施行されていた、丸の内線との連絡通路や、連絡階段などの内装工事が実施された。半蔵門線渋谷駅は、 福都新線乗り入れに伴い改良工事が実施された。池袋渋谷間の建設にあたり、A 段地下鉄が1951年の丸の内線建設を施行して、以来半世紀にわたり培ってきた地下鉄建設技術を集結させた上、各種の新技術を採用した。このことから、環境負荷低減への積極的な取り組み、 建設コストの削減、建設工事に関する沿道とのコンセンサス形成の3点に重点を置いて建設を行った。雑司ヶ谷駅渋谷駅間では、明治通りの直下を通り、本区間で新設した7駅の内雑司ヶ谷駅と西和世田駅は駅シールド広報で建設されており、それ以外の駅は改作広報で建設されている。 東新宿駅は急行対比線を設置する関係で二段構造の駅としている。また、新宿三丁目駅構内には、渋谷方からの折り返し用の引上げ線が設置されている。本区間の建設には、計10台のシールドマシーンが使用された。駅間は、池袋駅新宿三丁目間が単線シールド構造、新宿三丁目渋谷間は、 伏線シールド構造を採用している。このうち、明治神宮前渋谷間の伏線シールドには新たに開発した複合円形伏線シールドを採用した。このトンネルは、従来の丸型シールドトンネルよりも上下方向に圧縮した楕円形の断面とし、土砂掘削量の削減やトンネル下部に使用する。 コンクリート材を減少させ、従来のシールドトンネルと同等のコストに抑えている。2007年1月24日、13号線の路線名を、福都新線とすることが発表された。合わせて建設中の正式な駅名も発表し、池袋駅側から順に、増志賀や、西早稲田東、新宿、新宿三丁目、北、三道、明治神宮前とした。 2008年6月14日に全線が開業した。これに合わせ、有楽町線新線を編入した上で、和光市渋谷間を福都新線と命名し、和光市小竹向原間は、有楽町線と線路、駅、施設を共有することになった。有楽町線新線から福都新線への解消に合わせて、便宜上、新線池袋駅と、 案内されてきた同駅が池袋駅に改称され、千川駅と金目町駅の営業が開始された。また、開業と同時に東武東上線や西武有楽町線を経由して、池袋線との相互直通運転が開始された。開業後の利用者数は増加の一途をたどっている。 都内鉄道駅を対象に2009年度と2014年度の利用者数を比較しその増加率を見ると渋谷駅が第2位東新宿駅が第3位北三道駅が第7位明治神宮前駅が第9位に入るまた東京13号線計画とは別に2013年3月16日から渋谷駅で東急東横線との相互直通運転を行っており 利便性のさらなる高まりにより、東新宿駅などの利用者数をさらに押し上げている。こうした輸送辞任の大幅な増加によって、路線の経営状態も大きく改善している。週刊東洋経済が国土交通省鉄道局、鉄道統計年報から営業係数を算出したところ、2008年度の104.3に対し、 2013年度は79.5となり、丸の内線や南北線を上回る黒字路線へと成長している。なお、2009年6月現在、東京地下鉄の路線としては14号線以降の路線計画はなく、東京地下鉄では発足の経緯などから、現段階では副都心線、池袋渋谷をもって地下鉄建設を終了するとしている。なお、一部は、 有楽町線として建設された区間も含む。地下鉄なります駅にある案内副都心線の急行と通勤急行は全列車重量編成、各駅停車は大部分が8両編成である。重量編成と8両編成とで、電車の停止位置が異なることから、駅の時刻表、発車表、接近放送では列車の編成量数も案内されている。また、 乗り入れ先である渋谷駅からの東急東横線小竹向原駅からの西武線和光市駅からの東武東上線内において種別が変わる列車が多数設定されているため乗り入れ先の路線内の種別も案内される福都新線の終点である渋谷駅からは和光市発の終電を除き全列車が東急東横線に乗り入れるそのうち大半の列車は 東横線の終着駅である横浜駅から先、横浜高速鉄道港未来線元町、中華街駅まで乗り入れる。なお、東横線、港未来線には福都新線に乗り入れない運用が終日にわたり多数設定されている。日中は30分サイクルのパターンダイヤで運行されている。その間に急行が15分間隔で二本、各駅停車は、 間隔不定で5本あり、このうち1本は池袋駅で東横線方面に折り返す。東武東上線直通2008年6月14日の開業当初は和光市駅で東武東上線森林公園駅まで直通運転を行っていたが、2019年3月16日のダイヤ改正からは小川町駅まで直通運転を行っている。休行 通勤休校、各駅停車ともに、登場線内は各駅に停車する、普通として運行していたが2016年3月26日以降は、日中時に福都新線休校は、休校で運転され、土休日の一部列車は、快速休校として運転されている。2016年3月26日のダイヤ改正までは、基本的に、川越市駅発着列車が運転され、 森林公園駅発着列車は駅構内に隣接する森林公園研修区への出入校を兼ねた朝と夜間の東部車に限られていた。2013年3月16日のダイヤ改正以降、日中は川越市駅発着の急行が30分間隔で運転されていたが、2016年3月26日のダイヤ改正以降は、 森林公園駅発着に変更された。重量編成で運転されている。2019年3月16日のダイヤ改正より、と休日ダイヤのみ朝の一部列車が、小川町駅発着となった。平日ダイヤのみ、朝と夕方以降の一部列車に、四季駅発着の列車が存在する。こちらは8両編成でも運転されている。西武線。 直通2008年6月14日の開業当初から小竹向原駅から西部有楽町線を経由して西部池袋線反応駅まで直通運転を行っている。なお、西部線直通の速達列車は急行と通勤急行で運転される。小竹向原駅で種別の変更が行われる列車があり、西部線内は快速急行、快速、準急 各駅停車のいずれかに変更する。2013年3月16日のダイヤ改正以降、日中時間帯の急行は、西武線内快速から快速急行に格上げされた。この時間帯は、急行と各駅停車が2本ずつ30分間隔で運行されており、1時間に小手差し駅、反応駅発着の急行が、それぞれ1本ずつ、駅、 石神井公園駅発着の各駅停車が、それぞれ一本ずつである。2013年改正前は、反応駅発着の急行と、石神井公園駅発着の各駅停車が、それぞれ30分間隔で運行されていた。西部仙内各駅停車となる列車は終日、運転されており、日中は前述の通り方や駅、石神井公園駅発着が設定されている。朝、 言には、清瀬駅、小手差し駅発着の列車が設定されているほか、土休日には、反応駅が1本、所沢駅発着が1往復設定されている。所沢発着は8両で運転されるが、それ以外の列車は、両数問わず運転されている。西武線内準急となる列車は、所沢駅、小手差し駅、反応駅発着が設定されている。 西武線内快速となる列車は、反応駅発着と平日に、所沢駅が設定されている。西武線内快速急行となる列車は、所沢駅、小手差し駅、反応駅発着が設定されている。2016年6月16日、有料の座席指定性直通列車を2017年春に導入することが発表された。 2017年1月10日には運行開始予定日、ダイヤや料金等の詳細が発表された。列車名は S トレーンで、同年3月25日より運行を開始した。東急東横線、港未来線直通2013年3月16日のダイヤ改正より、新たにもう一方の終端駅である、渋谷駅で、東急東横線と東横線の終点である。 横浜駅から横浜高速鉄道港未来線に乗り入れ、元町、中華街駅まで相互直通運転を開始した。福都新線の渋谷側では、渋谷発和光市駅2本、または4本と和光市市発の渋谷駅終電を除く、全列車が東急東横線との相互直通運転を行う。日中時間帯は、福都新線急行は、東急東横線内で特急として、 福都新線各駅停車のうち1時間に4本は、東急東横線内で休行として運転する。一方、東急東横線からの列車は1時間に6本のうち、2本が池袋駅、残りの4本が渋谷駅発着となっており、小竹向原方面に乗り入れる列車は3分の2に止まる。東急線内特急、通勤特急として運転されている列車は、 横浜駅及び元町、中華街駅発着で各社の重量編成での運用が設定されているが、土休日一本のみ、特急横浜駅が設定されている。東急線内急行として運転されている列車は、元町、中華街駅発着の列車が大半を占めるが、武蔵小杉駅、菊名駅、横浜駅発着の列車が設定されている。 東急線内各駅停車として運転されている。列車は、元町、中華街駅発着が中心だが、一部列車は、武蔵小杉駅、元住吉駅、菊名駅発着と、横浜駅が運転されている。この相互直通運転開始は、東横線渋谷駅大館山駅間の近か下下に合わせて行われ、福都新線渋谷駅は開業当初から、 東京急行電鉄の100%子会社である東急レールウェイサービスが東急田園都市線の駅と一体的に駅管理業務を行っている。駅構内の旅客向け案内板や発車表などは東急仕様であるが接近放送と発車メロディは東京地下鉄のものが使用されていた。現在でも副都心線として出発する電車には 東京地下鉄仕様の発車メロディと注意喚起放送が使われている。福都新線との相互直通運転開始以前の東横線と港未来線はすべての列車が8両編成であったが、福都新線への乗り入れを機に速達列車を一部列車を除き10両編成に増強するため、東横線と港未来線の速達列車停車駅では10両編成の 列車が停車できるように、ホーム延伸工事を行った。ただし、各駅停車は従来通り8両編成での運転となる。福都新線開業当初から、各駅停車に8両編成の運用が存在していたのはこのためである。空港連絡鉄道として検討されているカバ、カバの線について、大田区が作成したパンフレットでは、東横線、東急摩川線を介して、 福都新線と京急蒲田駅方面と直通運転が可能となる旨の記述がある。福都新線では以下の種別の列車が運転されている。福都新線内の現行の停車駅は駅一覧を参照。S トレーンを含め当線内でも速達運転を行う優等種別が日本の地下鉄で初めて3種類運行されている。 S トレーン2017年3月25日より、と休日に運行を開始した、座席指定列車。港未来線元町、中華街駅西部秩父線西部秩父駅間で運行される。乗車には、座席指定券が必要で、途中渋谷駅、新宿三丁目駅、池袋駅のみ停車するが、福都新線内のみの座席指定券は発行されない。また、 池袋駅からの乗車はできない。地下鉄線内で座席指定列車の運行は千代田線で運行されている特急ロマインスカー以来2例目となる。急行度休日に急行が明治神宮前駅停車となってからは、終色もしくは赤色地に黒抜き文字で表現される。2016年3月26日改正以降は F ライナーを名乗らない急行がこの対象となる。 東武急線経営による F ライナー急行森林公園行き東京地下鉄の路線では東西線の快速から2例目となる地下鉄線内無料速達列車として和光市駅渋谷駅間の全線で急行運転を行っており全列車が重量編成で運行される定期ダイヤでは東新宿駅で大部分の急行が各駅停車を追い抜くそのため南港は 新宿三丁目駅で、直後の各駅停車に、北港は池袋駅で同じく直後の各駅停車に接続する。有楽町線との接続駅である小竹、向原駅では、東武東上線方面発着の急行と、和光市発着の各駅停車、その直後の西武線方面発着の各駅停車、または西武線方面発着の急行と、 東武東上線方面の各駅停車が接続する。また、渋谷駅では、東急東横線の各駅停車と連絡する。日中時間帯は、渋谷駅から、先の東横線内では、特急に、西武線直通列車は、小竹向原から、快速急行に、東武東上線直通列車は、急行となる。この組み合わせの列車種別で運行される列車は、 F ライナーの相性がつく。2016年3月25日までは、東武東上線直通列車の東上線内種別は、普通であった。池袋駅渋谷駅間の所要時間は、速達列車の急行通勤急行が最強線、湘南新宿ラインと同等の11分に、設定されている。朝と夜間に、和光市発着がある以外は、東武東上線、または、 西武池袋線に直通運転を行っているほか、全列車が、東急東横線、港未来線に直通運転を行っている。停車駅に違いはないが、F ライナーと平日運転時の休行については赤色、と休日運転時の休行は朱色で表示される。東武東上線直通列車は主に、森林公園駅発着で運転され、一部は、 川越市駅、小川町駅発着も運行されている。川越市駅発着列車は、和光市駅で種別を、普通に、森林公園駅発着列車は、普通、急行に、小川町発着列車は、急行、快速急行のいずれかに設定、変更する。日中は、北港、南行とも、小竹向原駅で、和光市駅有楽町線新木場駅間の、 各駅停車に連絡する。この他同駅で、北港は、有楽町線からの西武池袋線小手差し行に乗り換えられ、南港は、池袋線石寺公園発有楽町線、新木場行からの乗り継ぎを受ける。西武池袋線直通は主に、小手差し駅、反応駅発着が運行されているが、一部列車は、宝屋駅、清瀬駅、 石神公園駅からも運行されている。小竹向原駅で種別を、確定、準急快速、快速急行のいずれかに変更する。日中は、北港、南行とも、小竹向原駅で、東武東上線川越市駅有楽町線、新木場駅間の各駅停車に連絡する。東急東横線、港未来線直通列車は、土休日2本の菊名発を除く。 全列車が、元町、中華街駅発着で運転されており、渋谷駅で種別を、特急、通勤特急、急行のいずれかに設定、変更する。また、福都新線内発着として、和光市駅発着が設定されている。このうち土休日の和光市駅一本のみ、車両交換も兼ねて、渋谷発で、東急東横線からの特急渋谷駅と接続を取る。当初は、 都営地下鉄新宿線の急行と同様、二駅以上に連続停車しなかったが、2010年3月6日のダイヤ改正より、土曜、休日ダイヤの急行が、明治神宮前、原宿駅に停車するようになった。これにより、停車日が限られるものの東京メトロた路線と、接続するすべての駅に停車するようになった。2016年3月28日から、 平日ダイヤの休行も、明治神宮前駅へ停車するのと合わせ、2016年3月26日のダイヤ改正より、東武東上線内休行、または西武線内快速休行、副都心線内休行、東急東横線、港未来線内は、特急の組み合わせとなる列車限定で F ライナーの愛称が付与されるようになった。通勤休行設定開始当初は、 西武六線系による通勤急行が和光市発着のみ設定されていたが、2016年3月28日より、西武線直通にも設定された。写真は、平日朝のみに本運転される通勤急行機予定域で小竹向原から各駅停車。平日の朝夕ラッシュ時に運行される。和光市駅小竹向原駅間は各駅に停車し、 小竹向原駅渋谷駅間で通過運転を行う。車両や駅の種別表示では通勤急行または通級と案内されるが、北港の小竹向原駅和光市駅間は全列車が和光市まで各駅に停車するため、その区間では各駅停車として案内されている。なお、朝に数本、搭乗線内で急行運転される列車もあり、 この場合はその旨も案内される。全列車が重量編成で運行される。急行と同様に、東新宿駅で通過線に入り、各駅停車を追い抜く。基本的に、オレンジ、黄色で表示される。なお、西武線直通の通勤急行は、2016年3月26日実施のダイヤ改正に至るまで、小竹向原駅渋谷駅間における急行との、 停車駅の区別がなく、当該時間帯の速達列車は、東武東上線直通と和光市駅発着は、通勤急行西武線直通は急行として運転されていたが、同年3月28日以降より、平日の急行も、明治神宮前駅に停車するようになり、小竹向原駅渋谷駅間における、急行停車駅と、これまで、通り明治神宮前駅を通過する。 通勤急行停車駅とで差異が生まれたため、西武線直通列車にも新たに通勤急行が設定された。そのため通勤急行は設定上は、急行よりも、回種別であるが、西武線直通列車は、急行よりも、上位種別となる。東武東上線内の種別は、普通が中心で、一部急行もある。川越市駅、森林公園駅発着が存在する。 西部有楽町線、池袋線内の種別は、快速が中心で、一部快速急行、準急、各駅停車もある。清瀬駅、宝屋駅、所沢駅、小手差し駅、飯能駅発着が存在する。東急東横線、港未来線直通は大多数の列車が、元町、中華街駅発着で運転され、渋谷駅で、特急、通勤特急。 急行のいずれかに種別が変わるが、急行の一部列車は、武蔵小杉駅、菊名駅、横浜駅発が設定されている。各駅停車駅、車両の種別表示でも、各駅停車と案内される。池袋駅、渋谷駅間の所要時間は、山手線と同等の16分に設定されている。基本的に、東京メトロ車、東急車、 横浜高速車の8両編成で運行されるが、東急東横線に直通しないか、渋谷駅で種別変更する一部の列車は、各車の10両編成で運行される。車両の編成はダイヤによって決まっており、駅の時刻表において数字が四角で囲まれている列車が8両編成である。開業時から全列車が東新宿駅で対比線に入っていたが、 通過線側の壁が撤去されたため2015年5月30日より休、休行通勤休行の通過待ちを行わない列車は、東新宿駅でも本線に入線するようになった。基本的には、東急東横線内で休行となる列車が、東新宿駅での休行通勤休行の通過待ちを行う。東横線内各駅停車となる列車は、日中以外に、 通過待ちする列車もあるが、大半が副都心線内は、渋谷駅、小竹向原駅まで先行する。日中、北港渋谷駅、新宿三丁目駅基準、南高小竹向原駅、池袋駅基準で、東武東上線新林公園駅発着エフライナーの直前を走る、東横線内急行の和光市駅発着列車は、小竹向原駅で、 西武池袋線小手差し駅、宝屋駅有楽町線新木場駅間の各駅停車に連絡する。2017年3月25日のダイヤ改正から東横線、港未来線内急行で東新宿駅で座席定員制列車 S トレーンのみの退避を行う列車も設定された。この場合、料金不要列車として渋谷駅、小竹向井原駅まで先着する。 基本的に、和光市駅、池袋駅発着で、東急東横線、港未来線直通と、港未来線、東急東横線副都心線西部、池袋線直通で運転されるが、朝夕を中心に、新宿三丁目駅発着東急東横線、港未来線直通、和光市より、先の東武東上線に直通する列車もある。その他、 小竹向井原発元町、中華街行きが早朝に1本、福都新線内のみを運転する、渋谷発は甲子行きの列車が、平日2本、土日は3本とは甲子始発渋谷行き終電、千川発武蔵小杉行きが平日に1本、元町、中華街行きが平日に1本設定されている。2017年3月25日改正で、日中の東横線、 菊名駅発着の各駅停車は、池袋駅発着に統一された。この列車は、元住吉駅で、F ライナー特急に抜かれる以外は、速達列車の対比はないため、南港、北港とも、池袋駅、大倉山駅間は、先着列車となる。東武東上線直通は、四季駅を中心に一部列車は、川越市駅、森林公園駅発着で運転されている。 和光市駅では、東上線内急行として運転する平日の置、往復を除いたすべての列車が種別を、確定から、普通に変更する。8両編成はすべて、四季駅発着で運転される。西武池袋線直通は、宝屋駅、石寺井公園駅発着で運行されている。日中は、宝屋駅、石寺井公園駅発着が設定されている。 基本的には8両編成で運転されているが、一部は10両編成でも運転される。小竹向原駅で種別を快速急行、快速、準急に変更する列車が数本存在し、福都新線を挟み池袋線、西部有楽町線内準急、東横線、港未来線内急行などとして、両端で優等運転する列車も存在する。東横線内急行のため、 東新宿駅で通過待ちがある。東急東横線直通は、日中は、菊名駅及び元町、中華街駅発着で運行されるが朝晩を中心に、武蔵小杉駅、元住吉駅発着と横浜止まりの列車も存在する。一部列車は、渋谷駅で種別を急行特急、通勤特急に変更する。ホーム有効庁の関係上、 東横線内閣駅停車となる列車は、すべて8両編成で運転され、東部車、西部車の運用はない。種別色は、基本的に青色や白黒で表記されているが、駅や車両により異なる。西部ドームにおいて、プロ野球の試合など催し物が開催される場合は、小手差し駅の休行を、西部球場前駅の休行に変更する。この場合、大体として、 ひばりが丘発の快速急行小手差地域が運行され、F ライナーを名乗らない。東京メトロ副都心線は、乗り入れ先を含め、副都心線あるいは、有楽町線で何らかの運行障害が発生すると、その影響を受けやすいとともに運行形態が大きく、変わる。運行障害が発生すると、以下のように切り替わる。副都心線開業当初は、 ダイヤの乱れが発生した場合は、小竹向原渋谷間で折り返し運転を行っていたが、小竹向原駅での案内が不十分であったために、乗客がなかなか降車せず、ダイヤの乱れが増大した。このため池袋渋谷間での折り返し運転に変更された。しかし、池袋駅の副都心線ホームと有楽町線ホームが離れているため、 改札外乗り換えとなっており、乗り換えるのに少々不便を強いられた。その後、小竹向原駅の連絡線工事が進展したことにより、小竹向原駅の線川寄りの配線を使用して折り返せるようになったことから、2013年の工事終了翌日以降は、現行の形態となり、有楽町線、福都新線の乗り換えは、 千川駅での階段の上り寄りで済むようになった。福都新線では、平日始発から9時30分までの全列車で、和光市駅より先頭車両が、女性専用車となる。なお、小児や障害者、その保護者や介助者は、性別不問で、女性専用車への乗車が可能である。福都新線内の設定区間は、以下の通り、 重量編成と8両編成で女性専用車となる車両の停止位置が異なる駅は重量編成の女性専用車乗車位置にピンク色のステッカーを調布し8両編成は緑色のステッカーを調布している重量編成と8両編成の1号車の停車位置が同一の駅は乗車目標がピンク色である東京地下鉄の駅構内出口階段は最前部 または、最後部に存在するケースが多い。その出口階段に、最も近い場所に、女性専用車が停車する場合が多い。福都新線の女性専用車は、開業から2日後にあたる2008年6月16日に、導入され、当初は平日ダイヤの内輪講師駅を午前7時6分から9時20分まで、並びに、 西武線からの直通列車で午前7時20分から9時20分まで小竹向原駅に発着する渋谷行のみの実施であったが2013年3月16日の東横線、港未来線との直通運転開始に際し実施形態が変更された開業当初から小竹向原駅渋谷駅間で ATO によるワンマン運転を実施しており 2015年3月28日から、和光市駅小竹向原駅間もワンマン運転を実施している。ただし、座席指定列車のエストレーンは、座席指定権の確認を行うために車掌が乗務しており、ワンマン運転の対象外である。なお、重量編成でのワンマン運転は本路線が、日本国内では初めてである。また、小竹向原駅渋谷駅間では、 開業時から一計三製作所製のハーフハイトタイプのホームドアが設置されていた。その後、地下鉄成増駅氷川大駅間にも2010年10月までにホームドアが設置された後、和光市駅にも2012年4月に設置され、全駅にホームドアが設置された。東京地下鉄におけるホームドア採用例は南北線、千代田線支線。 丸の内線四線に次ぐ四路線目である。副都心線は南北線とは異なり、車両がホームドアの設置を考慮したものではなく、車両によってドアの位置が多少異なるという難点があり、ドア位置の異なる車種へ対応するため、ホームドア開口幅は 2480mm と大きいものとなった。ホームドアの最も長いもので、片側ミリメートルとなり、 従来の片側と袋部分にドアが収納できないことから収納時のホームドアがと袋部で重なる方式となった。ホームドアは大中小3種類の大きさがある。車両とホームとの隙間が大きい駅では可動式ステップを設置している。これは列車が到着し回避時に自動でステップが張り出すものでホームドアが閉閉されるとステップも 自動で収納される。また、この稼動ステップが張り出している時は ATC により、停止信号を厳時し、列車が発車できないように制御されている。全車両、和子建設所属。有楽町専用0 7営全6編成は、当初、同系列も運用する予定だったため、西和世代機建設現場には、同系列のイラストが描かれ、 北三道駅建設予定地近くでは看板に同系列の写真が使われていた。その後、有楽町線との共用駅である小竹、向原駅にもホームドアが設置されたため、扉間隔の異なる A7 系は、有楽町線、副都心線どちらにも対応できなくなり、最終的には全編成が東西線に転出した。 小竹向原駅渋谷駅間で運用される車両を上げる。どの列車がどの車両で運転されるかは列車番号で判別できる。2020年3月14日、改正ダイヤでは列車番号末尾アルファベットの S が東京メトロ車両、M が西部車両、T が東部車両、K が東急車両となっている。 なお、列車番号が6桁の数字で表される、東横線、港未来線では、上3桁が、運用番号を示し、700番台が、東京メトロ車両、100番台が、西武車両、000番台が、東急、横浜高速車両、800番台が、東武車両となっている。列車番号は、マイライン、東京時刻表などで確認できる。重量編成は、 有楽町線と共通運用されており、西武車も和光市駅までは乗り入れる。多くは、メトロ車の運用だが、一部は、東急車や西武車、東武車が運用につく。8両編成は、平日も、土休日も、東急車の運用が大半で、メトロ車は、渋谷始発の東急東横線、港未来線直通列車の運用につくことがある。 2016年3月26日ダイヤ改正で、東武東上線内急行運転開始により日中の乗り入れ区間が、森林公園駅まで延長されたことで、平日日中の東武車運用が復活した。2021年3月13日改正ダイヤでは、東京メトロ車両では10両編成2本及び8両、編成2本が、東急の元住吉車区。 重量編成1本が西部の武蔵川岡車両基地、重量編成2本が東部の森林公園研修区で、それぞれ夜間留置となる外泊運用が組まれている。東京メトロの車両基地では和光検築に東部2本、東急、横浜高速車両の8両編成2本がと重量、編成1本、西部車両1本が新木場車両基地に西部車1本が 夜間留置される。相互直通運転時には、従来、車両保有会社が乗り入れ先の路線に対応するように、改造することが、暗黙の合意のもと、愛直の精神とされてきた。副都心線との相互直通運転にあたり、東武鉄道、西武鉄道の車両にも同線に対応する、ATO 装置などのワンマン運転機器の設置に、伴う。 車両改造工事が必要となり、2社に対する依頼が必要となった。しかし、東部と西部からは、副都心線に必要な ATO 装置、ワンマン運転機器は、東京地下鉄の経営効率化のためであり、自社線内では不要である。改造費用の全額負担はできず、東京地下鉄の負担とするべきと主張された。その後、東京地下鉄、 東部、西部の三社で協議の結果、福都新線のワンマン運転に必要な車両改造の初期費用は東京地下鉄が負担する。対応機器は車両保有会社が所有するが、機器の使用権利は東京地下鉄に属するという条件のもとに2社の車両の福都新線対応改造が実施された。本路線の新たに建設された雑司谷駅名神宮前駅では、 駅の周辺環境をはじめとした歴史や文化などをイメージした各駅ごとのデザインコンセプトとステーションカラーを導入した。千川駅池袋駅では既存の駅施設があるため駅構内の一部のみで採用している。なお、渋谷駅は東急電鉄の施行のため東京地下鉄は担当していない。本路線は比較的深い駅が多く東京地下鉄全駅の中では 東新宿駅は4番目、雑誌ヶ谷駅は5番目、西早稲田駅は7番目、渋谷駅は9番目に深い駅に該当する。和光市駅以外の全駅で発車メロディを使用している。すべてスイッチの制作で、塩塚博士、福島直也、谷本隆義の3名が作曲を手掛けた。小竹向原駅渋谷駅間のワンマン運転区間では運転士が運転台にある。 乗降促進ボタンを押すことにより明動する仕組みになっている。開業当初は前述のワンマン運転を実施している区間にのみ導入されていたが、2011年2月23日からは地下鉄成増駅氷川台駅間の各駅でも順次使用を開始した。局名はスイッチのホームページ及び同社が運営する鉄道モバイルから。ありがとうございます。